社民党参議院比例、保坂信人さんからお願いいたします。皆さんこんばんは。今日は本当に大勢の皆さんにお集まりいただき、そして朝から、第一声からまた消費派でから、そしてポスターから安倍さんのところも、もうみんなのところも世田谷でも杉並でも大変多くの報道をしていただきました。今日は大演説と思ったんですが、あと2分、あまり話せません。本当に感無量であります。昨年の総選挙、この地で本当に一生懸命戦った、そのことは結果実らなかったけれど、しかしやっぱり今日こうやって杉並の区議会議員から、現場から、そして区議会から、大勢の皆さん、そして湯竹さんも酸素ポンペを押しながら来てくれている、大きな歴史の流れの中で、今回の4月11日この杉並区だけですよ、トリプル選挙という、先ほどの田中亮民主党都議会の議長を辞めて市長選に臨む、ある意味でこの杉並の中で教育を時代に切り刻んできた区政をもう一回取り直すということになるでしょう。そして補欠選挙、市長さん、そして曽根さんと2人が立つ、大きな戦いになるじゃないですか。皆さん、ぜひこの杉並を中心に、世田谷、そして東京全体、藤沢、そして日本全国、今日一斉に動き出していただいているということを、私本当に嬉しく思いますし、誇りに思いたいと思います。社民党が変わらなければいけない、変わるためには皆さんの力が必要、そして国会に早く戻って、パンさん、原点をお互い確かめようよと、ちょっとおかしな方向に行ってるんじゃないのと、これはダメですよということを言わせてください。皆さんの力が頼りであります。小坂信人、ぜひ11日間を意義健康にですね、しっかり駆け抜けて、今度11日にはゴールに必ず合流したいと思います。皆さんのお力添えをお願いして終わりたいと思います。どうもありがとうございます。小坂さん、ありがとうございました。皆さん、今一度小坂候補に、そして森永候補に温かい拍手をお願いいたします。そして森原秀樹の一生も二人で駆け抜けますので、よろしくお願いいたします。皆さん、今日は多くの市民の皆さん、そして多くの地方議員の皆さん、ありがとうございました。残すところもあと16日しかございません。大阪、森原、一生のために皆様の最後の最後の力添え、よろしくお願いいたしまして、出陣式を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。なお、この後ですね、すぐ3階で事務所開きを開きますので、お時間の許す方はご出席をお願いしたいと思います。それでは皆さん、小坂さんと森原さんの一生のために最後の最後までお力添え、よろしくお願いいたしまして、本日の出陣式とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日出陣式にご出席の皆様方には、大変お忙しい中お時間をいただきましたこと、心から感謝を